ラピ TV です。本日は Windows 10に標準搭載されているアプリビデオエディターをご紹介していきたいと思います。これからねビデオの編集を初心者でやりたい方、また YouTube 動画を投稿したい方にはぴったりの Windows 10に最初から入っている無料アプリとなります。では早速やっていきたいと思います。まずスタートにカーソルを持っていってクリックです。そしてハ行の段に入っていますので歯のところまで持っていきます。くるくる、はい、これですね、ビデオエディター。このフォトとビデオエディターは同じようなものなんで、今日はビデオエディターでご説明していきたいと思います。このビデオエディター、これですね、これをクリックします。はい、するとこういったビデオエディターへようこそと出てきますので、この新しいビデオプロジェクトをクリックします。するとこういった画面が出てきて、このビデオの名前を指定と出てきますので、まあ今回は新しいビデオと飛び出してきてるんでね、これを OK で新しいビデオでやってみましょう。 OK をクリックです。好きな名前をできます。はい、そして次にこういった画面が出てきたらどうするかと言いますと、この追加ですね、追加をクリックすると、この PC からかコレクションからかウェーブからの中から選ぶことができるんで、通常はこの PC に入っているフォルダーからなんで、一番上を左クリックします。するとこういうふうにフォルダーが出てきますね。で、今日使いたいのはまず私はこのこれに入れている動画を1本使いたいので、はい、ビデオアッパレックのこれですね、これを使いたいと思うんで、これで開くです。で、しばらく待つと長い動画ほど時間がかかります。はい、今出ました。これで動画が入りました。そしてどうするかと言いますと、これをここが材料置き場と思ってくださいね。追加連続でしたい場合はまたここでこの PC から、はい、今度は写真を入れてみますね。ピクチャーを開いていくつか写真を入れてみます。これと開く、はい、入りましたね。もう一つこの PC から開くで別のを入れてみたいと思います。これとどれがいいかな、まあこれ辺を入れました。はい、こんな感じですね。2つ入れときます。そしてどうするかと言いますと、これを下のストリートボードにドラッグドロップします。はい、こんな感じです。はい、これはね、私が先ほど作ってたもので、頭にこの3秒のやつが入っておりますが、こういう感じでドラッグドロップで入れます。で、最後にこれを入れたいと思いますね。エンドのこれを入れ替えもできます。これを最初に持ってきましょう。そしてこれを最後に持ってくるといった風に、カーソルをドラッグ&ドロップでこの前後の入れ替えも簡単にできるようになります。これが動画です。これがピクチャーですね。写真が2枚前後に入れました。そしてこれで見ることができます。いいですか。スタート、再生です。今再生しております。はい、はい、こんにちは、ラピ TV です。本日は初心者向け Windows 10についている便利なアプリ、カメラアプリをご紹介していきたいと思います。はい、こんな風に流れますよね。で、ずーっと行って、ここら辺で最後のエンディングが、はい、エンディ、これが出てくると思います。ちょっとやってみます。撮影することができますので、ぜひこの機能を使ってみてください。今日はカメラアプリ、Windows 10についているカメラアプリをご紹介しました。またいいアプリがあったら使い方をご説明したいと思います。非常に楽しくなるんでね、ぜひやってみてください。ではまたです。さよなら。はい、こういうふうに出てきました。エンディングにこれが出てきたといった具合ですね。これが頭です。タイトル。そしてこれがエンディングというふうに作ったものです。そしてここ編集画面、今度は操作部分見ていきたいと思います。ここをクリックで拡大で再生することができます。作ったものを見ることができるといったものですね。はい、これで縮小です。そしてここクリックすると、はい、こういった画面で出てきます。これでね、簡単に
この画面を閉じたいときはここをクリックして、ここで作ることができます。これをクリックでまた動画が流れます。はい、こんにちは。でここで飛ばすこと、先に行くこともできます。ここです、ね、いいですね、カレンダーの、はい、でここで BGM、 はい、これだけの BGM が入っております。今なしにしております。 BGM をつけることができます。ここをクリックしてもらうと音楽がプレビューされます、再生されますね。そしてそのプレビューの音のレベルです。でこれがビデオの音楽のビートに同期するというところにチェック入れれば、ビートに同期するようになります。そして完了で音楽を BGM を入れることができると。 BGM もこれだけたくさん入っております。まあ著作権の具合がありますんでね、これ YouTube 動画とかに使えるかどうかはちょっと不安なんで、著作権にかかる場合がありますので、まあ YouTube 動画に上げるときは別のものを、著作権フリーのものを使ってみた方が安全だと思います。自分で楽しむ分は OK ですね。はい、これで今日は入れないんでキャンセル。そしてこれがカスタムオーディオといって、自分の後でナレーションとか入れる時のためはここからいきますね。今日はこれちょっと説明しませんけど、はい、これがナレーションとかカスタムオーディオですね。そしてこれがビデオ完了した時は、ここでねビデオの解像度を選ぶことができます。最高はね 1080p が推奨となっておりますので、 1080p をまあ選んでおくのが一番綺麗な画質で撮れると思います。これが中ですね、 720p、 低が540とファイルサイズになります。まあ一番高が無難だと思います。そしてエクスポートですね、すればエクスポートできます。それがビデオの完了。そしてこれをクリックしますと、プロジェクトの複製、プロジェクトのバックアップ、テーマ。テーマをクリックしますと、これだけ、アドベンチャー、エレクトリック、クール、音楽、テキストタイルと統合できるといったものです。ちょっとね、早口で喋っておりますけど、こういったところはね、使わなくて、まあ、私がやることをやってもらえば、簡単に楽しめますんで、まず追加してね、ここに落とし込んで、前後入れ替えてみたり、あと分割、ね、タイトルカードの追加、はい、こんな感じでタイトル、最初のタイトルに追加したいときはここです。そしてこれにテキストを入れたりできます。打ち込んでテキストはここから選びます。テキストのね、カラーはちょっとね、選ぶことができません。文字の色はちょっと選ぶことができないといったものになりますね。はい、これ削除したい場合は、これも簡単。ここに持っていってドラッグドロップで右クリックで、全ての削除じゃなくて、このタイトルカードだけ削除をクリックすると、はい、削除されます。こんな感じです。そして、私ここにちょっとタイトル入れてみますよ。最初のところに、ここ、タイトルを入れたいんで、テキスト。はい、そしてここに、まあ、Windows と入れましょうか。Windows。10と入れます。はい、入れましたね。Windows 10と入れたら、この場所がね、選ぶことができます。はい、ここでレイアウトで上なのか真ん中なのか、横なのか横上なのか、右横下なのか、はい、これだけその位置を選ぶことができます。まあ真ん中にしときますね。そして簡易で最初はこういうふうに出ますので、スイートだとこれです。自分が好きなのに瞬時に選ぶことができます。こういう感じなのか、クラシックなのか。それかアドベンチャー、サイレント、ブーム、映画、太字、フレッシュ、ポエムというふうにお好きなね、タイトルに変更することができますので、ぜひ皆さんもね、こちらを使ってみてね、やってみてください。アドベンチャー、クラシック、はい、こんな感じですね。サイレント、まあサイレントにしときますね。そしてここでその長さ、わかります？これが表示される時間ですね、が変えることができます。スタートです。はい、ここで消えます。最後までずっと出したい場合はこれを伸ばしてもらえばいいと。これだけでいいという方はここまで。ということで、タイトルが好きなタイトル、テキストを打ち込んでもらえばこれが出てきます。そして完了です。これでここにテキストが入った最初のね、私の最初がこの写真にテキストを入れた
開始の画面が出てきます。ではやってみます。スタート。はい、出てきました。 Windows 10と出て、はい、こんにちは、スタートが始まります。本日は初心者向け、はい、Windows 10について止めます。そしてここ最後エンドと入れたいので、テキストでここにと選びまして、まあ、一番好きなエンドを選ぶとこういう感じですね。サイレント、ブーム、クラシック。まあ目立ちやすいようにこれでクラシック、ジョイ、スイート。はい、これでエンドにしたいと思います。これがエンドですね。はい、ちょっと見てみたいと思います。そしてこの辺からスタート。から使い方をご説明したいと思います。いいですか？非常に楽しくなるんでね、ぜひやってみてください。ではまたです。さよなら。はい、エンドというふうに出ました。こういうふうにね、簡単にできるようになりますので、ぜひ今日はね、時間がないので詳しくは説明できませんでしたけど、これが回転とかできますね。これが削除。で、これトリミング。また、いろいろね、こちらの動画の右クリックで、ここ右クリックでね、トリミング、分割、編集、サイズ変更、回転、音量とかできますので、簡単にできます。そこのところに持って行って、ストリートボードのところに持って行って、右クリックで飛び出してきますので、分割、編集、また、いろいろなことができますので、これ、黒いバーを削除したりすることもできます。で、ここで全て削除ですね。はい。今日は、急いでやりましたけど、これがフィルターですね。フィルターというのは、この色を、白黒にしたい場合は瞬時になります。セピア感じ。いいですね。で、オリジナルです。こういうふうに選ぶことが、フィルターで選ぶことができます。そして完了を押すと、白黒が欲しい方はこれで完了を押すと白黒になるといったものです。はい。わかりましたか？ちょっと駆け足になりますけど、あと 3D 効果というのは効果をこの中から選んで入れることができるようになりますので、その画面の中の部分的にね、効果を入れることができます。こういった効果というのまでついておりますね。はい、標準搭載でここまでできる編集ソフト。もちろん、フォトでスライドショーもここに入れてもらえばできます。その感覚はここで期間というところを使うと、この時間を自由に設定できます。今3秒になってましたね。5秒、7秒、3秒。そしてここが任意に設定できるところと。そして変更を押せば最初のこれ7秒になると思います。最後にそれを見て終わりたいと思います。変更をしまして、これ7秒になりました。ここの数字が秒数です。いいですね。7秒。はい、Windows 10と7秒出ます。そして、私の本題のこちら10分37秒の、はい、TV です。本日は初心者向け Windows 10についている便利なアプリ、カメラアプリをご紹介。はい、こんな感じで出るようになります。自由にね、編集できて、ここで拡大、そして縮小、そしていろんなことできますので、自分でね、いろんな場所を触ってみてください。動画か写真、ね、を追加してもらって、すれば誰でも簡単にできます。毎日やってればすぐ覚えますので、ぜひこちらを使ってやってみてください。新しいプロジェクトをクリックですね。はい、そういったわけで今日はビデオエディターをご紹介しました。ではまたです。さようなら。